はい、では今日はクレイのご紹介です。クレイと言いますとガスール、あとピンク、グリーン、白、黄色といろいろございます。私もいろんな種類のクレイ使いました。ここにある以外のも使いましたが、はっきり言ってガスールに勝るものはないと思います。コラーゲンに始まってコラーゲンで終わるように、ガスールに始まって一周回ってガスールに戻ってくるといった感じかなと思います。それぐらいガスールが一番いいです。リーズナブルなお値段ですしね。でこちらのガスールは、まあここを見ましたらモロッコ、原産国モロッコで、まあ洗浄パックといろいろ使えるものになります。でガスールはまあ、パック、グレーパックがまあ通常なんで、ちょっと作ってみますね。私いつもこのカップに作ります。量はここの裏には大さじ1と書いてあるんですが、大さじ1はちょっと多すぎるかなと思います。ちょっとその辺の量の具合もご自分で調整されるのが良いかなと。まあこれぐらい出しまして、青いな、これね、クレーによってね、水含ませるとものすごく膨れたりするやつもあるので、もう種類によるんですが、こんなもんですかね。これぐらいで、でクレーをトクトクのトクトク倍の、ポイント、少量ずつトクです。いっぺんに入れるとなんかシャバシャバになったりするので、本当にちょっとずつ、お水はちょっとずつ入れるがポイントだと思います。あ、ちょっと多いかな。あーはーはーはー、こんな具合ですね。私は固めが結構好きなのでいつも固めにするんですが、それでもまだ硬いな。いいよ、こんな感じですね。もうちょっと入れます。はい、出来上がりました。このような感じになれば、要は自分のお肌につけやすい、硬さになれば OK です。全体量としてはこれぐらいだと少ないと思います。あと倍ぐらいはいるかと思うので、この辺はご自分でまあ調整されて、やっていくうちにどんな具合か、どれぐらいの量を作ればいいか分かっていくと思います。とりあえずクレーパックを試されるならガスールからおすすめいたします。そして、もうガスールだけでいいと思います。それぐらいガスールいいです。保湿力もありますし、ガスールでクレーパックした後のお肌のすべすべさ最高です。ぜひお試しください。では今日はガスールのご紹介でした。